さよさん、今日からここに住まわせてもらおうと思って来たの。とりあえずよろしく。それでどうしてさよさんがここに？ザメが焼けたから。さようお嬢様は今日の火事で部屋が焼けてしまいまして、集めてらっしゃったたくさんのサメグッズが消失してしまったんです。ロザン様からメッセージもお預かりしております。よう、悪いな。ちょうどポルカの部屋とサヨの部屋が焼けちまってな。すまねえが、サヨと護衛の小坊主をちょっとの間そこに住まわせてやってくれや。二人もうちの人間がそのビルにいるとなりゃ、いろいろ便宜も図りやすくなるってもんだ。もうこの場所は篠山の人間にバレてる。だったらロザンさんの息がかかった護衛を派遣した方がいいってわけか。サヨさんがポルカ君を殺そうとした真犯人って可能性は。ビーチシャークとアイスジョーズ、どっちが好き？どっちも。おはよう、いい朝ね。おはよう。こんな朝は生きる気力がみなぎってくる。そうだね。私はそうは思わないわ。でも私はあなたの意見を尊重する。おやすみなさい。おはよう。私をこの寝袋から出したければ、サメグッズで釣るのがおすすめ。